怖え。どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。昨日ですね、DIY 動画をするための木材を調達するっていう動画をお届けしたんですけども、その計画通りに行けばですね、今日、この後木材が届きます。はい、なので今日はですね、その木材届いたらその後に、机をじゃあ早速 DIY してみましょうっていう動画になります。はい、DIY を始める前にですね、今の僕の机の現状をちょっとお見せしますけども、今こんな感じになっております。なんか作業しようと思ったらですね、こういう体勢になるわけです。ちょっとなんかこうピクピクします。なのでちょっとこれや体勢やってると、確実に背中や腰に悪いと思うんで、こんな感じで作業しています。楽っちゃ楽なんですけど、でもやっぱりこう足のところですね、ちょっとこう辛くなっちゃったりするんで、こうやった後にこうやって体勢戻して、でまたこの体勢が辛くなったらこうやってみたいなのを今繰り返している状況です。なので今回は、もちろん DIY が好きだから、やるんですけど、それプラスですね、こう自宅でその仕事に集中できる環境づくりをするっていうのが、結構目的になるので、なので早くやりたかったんですけど、今回ですね、やっとできるということで、嬉しいです。じゃあとりあえず木材待つまで暇なんで待ちましょう。っていうか、DIY の準備しましょう。はい、というわけで作業場が完成です。ここには、来た木材を置くスペースです。で、ここがですね、作業スペースになってまして、ノコギリでこうギコギコと長さを調節する時に、木くずが出ると思うんで、この新聞紙を敷いています。で、設置するスペースはもう元から開けてます。ミニマリストなので、限りある資源の中でどう使っていくかっていう、そういうですね、アイデアをひねった結果こうなりました。もちろん自分が頭おかしいことをやっているっていうのは十分分かってます。よいしょ。はい、今ですね、木材が届きました。ですね、これが 1x4 の板材ですね。長さが2メーター40センチだったかな。すいません、これはサイズ忘れちゃったんですけど、こんな感じの断面図の、木材で、確かこれも180センチぐらいの長さのやつが6本あります。これが、テーブルの部分で、これが足だったり骨組みを作ります。で、今回使う工具がこちらです。ですね、ノコギリ、ヤスリ、ボンドです。ドリルだったりとか、ネジだったり、トンカチだったり、そういったですね、ものは極力増やしたくないので、僕はですね、このセット、最小セットアップかなと思うやつを厳選しました。なんで2つ買ったんですかっていうと、200円なので多分切っていたらそのうち刃がダメになるかなと思って、予備にもう一本買ったっていう感じです。はい、ということで早速やっちゃいましょう。いい感じで水平に切れました。はい、足がですね、切りました。で、イメージとしてはこんな感じでテーブルの下に取り付けますね。はい、大丈夫でしょうか。はい、ということで必要なパーツは大方揃いましたので、今からですね、これをボンドで固定していきたいと思います。今ここまで来ました。ボンドをくっつけて、今そのボンドが乾くのを待っている最中です。もう不安でしかないですもん、このボンド絶対剥がれそうとか思うんですけど、でも前に進むしかないんで、はい、このままどんどん行きたいと思います。怖え。しっかり固まっていたのはこの3本だけでした。
まあ、ここはしっかり固まってくれてるので、これを全位置でできれば、うん、絶対いけると思うんですよ。いやー、焦っちゃダメですね。ゆっくり行きましょう。そういえばこの木材余ってるんですよね。ということで、真ん中のですね、ここをこうビヤッと追加をしました。で、あと他もろもろですね、ちょっとこうつける位置を変えてみたところですね、なんとしっかり固定できてるみたいです。これがちょっとなんかこうグワングワンきてますけど、ここはもうしっかりと固まってますね。なのであとここがもっとしっかり固まったと思ったら、ちょっと移動してみようかなというふうに思います。はい、なんとか立たせるところまで来ました。なんか継ぎはぎ感が半端ないんですけど、継ぎはぎ感が、いやいや、まあ一応これはボンドが固まったら剥がす予定なので、まあ一旦は大丈夫かなというところなんですけど、まあとにかくここまで来ました。大丈夫かなこれああダメだ、もうこれで固まっちゃってるわ。大丈夫かな。まあでもとりあえず、はい、この調子で前に進んでいきます。しかもかなりですね散らかっちゃったので、ちょっとまずこれを片しましょう。ということで、これらを、まあ、ある程度片付けちゃいたいと思います。せーの、ピーということで、まあある程度はすっきりしたわけなんですけど、まあそうこうしてる間にこちらも乾いてきたと思うんで、まあ、ちょっとまた次の作業に進みたいと思います。下のですね、2本の足をこの下の部分で固定して、また強度を高めるっていうことをちょっとやりました。まだ乾くまでちょっとこれで固定してるって感じなんですけど、はい、これで強度は高まるんじゃないでしょうか。はい、非常に美しいです。ということで、ついにですね、ちょっと顔がテカってますけども、はい、ついにですね完成しました。朝の11時から始めたので、で今昼の3時なんですね。なので4時間かかりました。4時間でまあとりあえずできましたと、はい、いうことで、今からですね完成品をちょっと見ていただきたいと思います。自信ないんですけど、はい、はい、とまあこんな感じになりました。はい、どうでしょう。こうやってパッと見たらですね、まあなんか、おうおうおう、まあいいんじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ例えばですね、まあこういうところですよね。まあこう、うん。ずれまくってますし、まあまだ乾燥待ちですけど、はい、こんな感じでちょっとギクシャクしてますし、まあ、こっちはですね、ほとんどいい感じで平らにできたんですけど、こうやってバーっていくと、ここがですね、もう浮いちゃってるんです。ここが、はい、この板が歪んでるってことですよね。まあでもこうやって見ればまあ悪くはないのかななんていうふうに思ってますけども、はい、ということで荷物を戻しました。いや、どうです、このすっきりとした感じ。もうこっちのスペースなんもないですもん。でこっちはこう集中して作業できるような環境にもなりましたし、これは非常に、いや、作ってよかったと思います。今回なんか大失敗でしたっていうオチにしようと思ったんですけど、なんかうまくいっちゃいましたね、こうやって見ると。うん、まあやっぱりこう椅子は真ん中ですよね。椅子は真ん中にあって、で、ノートパソコンがあって、なぜかここにレンズがありますけどもね。はい、でこの電源がこっちなんですよね。短い、電源タップ短い。なのでちょっとこれはまた新しくなんか100均かなんかで買ってこないといけないですけど、まあでもいい感じで、高さも結果的にちょうど良かったかなという感じです。はい、という感じで、初めはやべえこれ大失敗じゃんっていう風に思ってたんですけど、なんかうまくいっちゃいましたまあ結果良ければ全て良しって感じで、
DIY マスターのあなたが見たらですね、いやちょっとこんなふざけた DIY してんじゃねえよっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、僕こういうちょっと大掛かりな DIY っていうのは、まあ、初めてなので、まあ、初めてにしちゃ結構形になってるんで、まあ、よかったかななんていうふうに思ってます。まあ、こんな感じでミニマリストの僕がですね、道具を、まあ、本当に必要最低限の道具だけで DIY したらこうなりましたっていうですね、まあ、一例をお見せできたんじゃないかなというふうに思います。もしですねこの動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。まあ、これからもですね、まあ、少しずつ物を増やさない感じで DIY やっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。